し、なんだそのでっかいカエルってば。お前一体何者だ。ほらエロ船にどうしてくれんだってばよ。そいつが取材の邪魔をしたからだっての。ああ、それってば、から小説じゃねえだろ。だいたい何が取材だってばよ。はただのスケベではない。俺より修行どうしてくれんだよ。んじゃ責任取って俺の修行に付き合えってばよ。俺の修行に付き合え、こらー。あー、ちょっと待ってってばよ。さらばじゃ、こんの。おい、エロ仙人。何すんのよ、このエロ親父。いい大人がみっともねってばよ、このエロ仙人。あんまり大きい声でエロエロって言うな。まったく騒がしいガキだ。もうムチムチお姉ちゃんと胸のときめく出会いがしたいの。変わり身の術。血を相手にするなんぞ100万年早いっての。わしの頼みを聞いてくれればお前の頼みを聞いてやらんこと。変わり身の高実じゃ。そういうの連れてくれば。うわあ、約束のもの持ってきたぞ。たわわに実った果実だぜ。あー、よくたくた。無駄な時間を潰してしもうたの。ちょっと待て、どこ行くんだってばよ。修行して誰よりも強くなって中忍試験を突破して。気に食わんガキだの。わしの大いなる執筆活動には。はい。なんと濃いようなのじゃ。キリッタ合格。じゃあ治療見てくれるのね。うん、ただし条件がある。わしの前では常にその格好でいろ。くそ、開き直りやがった。修行を見てやろう。それ本当だろ。まったく全然なってないの。うるへえ。お前これが九尾の封印式か。この子を守るためだな。五行封印でそれを止められとる。クマさん、くすぐってってばよ。おお、すまんすまん。五行開印。何すんだってばよ。なーに、リラックスするツボをついたのよ。あー、なんか死ねえけど。それからとっておきの技を教えてやる。なになに、とっておきの技、必殺技か。うん、気づいておらんだろうが、お前はチャクラをいつも練ってるチャクラと違う感じがしたのは覚えてるってばよ。今日の修行はこれで終わりにする。せっかくだから温泉にでも浸かろう。落っこちるんじゃなく温まるってばよ。あんまり湯に浸かっとるとゆでガエルになっちまう。悪いのエビス、教え子を横取りしちまっての。やはりオロチマルのことで。いや、残念ながら違うっての。ダメ。いいの。おいってばよ。加減にこっちを向いてくれなきゃ。いや、待ってたぞ。これはお互い様だってばよ。お腹すいた。あ、じゃあお伝授するじゃん。濃いチャクラと赤いチャクラとか言ってたの、お前は。その赤いチャクラを今すぐ練り込んでみろ。やっぱ違う、いつものチャクラだってばよ。だいたいその2種類のチャクラってのが。その赤いチャクラってのが九尾のチャクラだってことは、自分の身の危険や感情の高ぶりが九尾のチャクラを呼ぶ鍵らしいから。わしの教える技は
今までのお前のチャクラじゃ全然足りねえ。とにかくお前にしかない特別なチャクラがお前の最大の武器になる。2つのチャクラを持っていてバテにくいお前は最大量のチャクラを出せるだけ放出し、今からお前に教える口寄せの術だ。あらゆる生き物と血で契約を交わしておき、早くねえ早く教えてくれってばよ。俺にいい考えがあるってばよ。ほほう、最後まで生き残ったやつが最強の俺だ。頭が悪い割には考えたもんだ。お見事。やっぱり俺が一番強い俺だったぜ。ようやくほとんどのチャクラを使う。引き寄せの術。わしが代々引き継ぐ口寄せのガマたちとの契約し、意のいい鳥猿羊だ。今のお前は赤いチャクラが出やすくなってるからの。おたまじゃくし。ゲロ仙人、修行見てくれるんじゃなかったのかよ。口寄せの術。カエルは出たのか。死ぬつもりでチャクラひねり出してみろっての。はあ、つまらん。おい、ナルト、わしは腹が減った。お色気の術。俺がやりたいのはお色気の術じゃなくて口寄せの術なんだってばよ。口寄せの術。って吐いただけ今までよりマシじゃねえか。口寄せの術。根性だけで修行を続けとるようなもんじゃからの。ほら、いい加減目覚ませ。はっきり言ってセンスゼロだ。気で口寄せの術を成功させたいんならもっと死ぬ気でやんなきゃ。そっか。んじゃあついてこい。まあそれもいいかもしれんが、今日のところはなんか変だってばよ。なあエロ仙人。ガマ仙人だ。何なんだってばよ。いただきます。なんせこれが最後の。あ、なんだか知んないけど食えばいいんだな。もう一杯。はいよ。サンキューな、エロ仙人。もう血も出ねえってば。お前好きな女はおるかの。え、たら今すぐそのおなごをギュッと抱きしめてこい。そんなことしたらさくらちゃん口寄せの術をものにするにはこりゃ仕方のないこと。なんか用。いや、用がないなら帰るわよ。ちょっと待った。何してんのよ。これもまた青春だの。もうやり残したことはないか。何言って。確かにこのコントロールは難しい。身の危険や感情の高ぶりが九尾のチャクラを引き出す鍵なら。ここ立て。今から死んでこいの。死にたくなかったら自分で何とかしろ。これに捕まらなきゃ死ぬ。ナルト、あとはもう九尾のチャクラに頼るしかないぞ。死ぬ死ぬ。この感じ、あのチャクラだ。キュービー、何の用でここへ来た。家賃としてお前のチャクラ貸し上がれ。よかろう、ここまで来た褒美だ。どこいじゃこら。尻尾の足。どうやら今度は自分から九尾のチャクラを引き出せたようだの。
すがじい。ウッタ様の頭の上じゃ、このボケが。なんだってばよ、こいつ。なんかすごそうだけどよ。おい、いやいや。アマブンタのやつは、このわしでも手に負えんからの。ジライヤはどこなら、イライヤはどこじゃ。テロ仙人なら、この崖の上っす。カマホヤビ。こんなところに呼び出しておいて、どういうつもりなんじゃ、さ。殿、本当に、俺が呼んだんだってばよ。下で出てりゃ好き勝手なこと言いやがってよ。出るぜ。どうやら上に出てきたみたいだの。わしの子分も伝わらんようじゃけんの。から落ちないことで俺が呼んだと認めんなら今回じゃ。優しい、そりゃつけ上がりよ。俺の名前は渦巻きになるぞ。ずいぶんと面白いことになっとるの。ガキの言葉なんざ無視してもええけんど、ナルト、死んでも恨むなや。あと少しだってのよ。落ちてた。落ちたら死ぬぞ。ガマブンタ相手にあそこまで粘るとはの。さすがにもうすっからかんじゃろ。